はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、おすすめアビリティユニットガシャ、こちらの方をですねやっていきたいと思います。初回のみですね、 SR 限定なのでもうやらずにはいられないという感じなんですけども、今朝ですね白属性限定をやったんですけども、その時にですね、まさか今日も、メンテ明けにやるとは思ってもみませんでした。そして白属性の時に声が入っていなくて大変申し訳ありません。当てれこしようかと思ったんですけど、それもやはりどうかなと思ったので、あのままアップさせてもらっています。ではですね、本当にやっていきましょう。おすすめのアビリティユニットですね。アビリティなんで、まあっていうかこれは前回と一緒ですね。前回のおすすめアビリティユニットと一緒ですね。ただシゲチが入ってるっていうくらいなんですかね。そうですね、シゲチが入ってるぐらいですね。まあメンテしていろいろいいような感じになっているんですけど、まあそこの辺はね、置いといて、まずはガシャですね。初回ガシャやっていきたいと思います。では参ります。さあ泡の色に注目です。泡の色は金、当たり前だ。さあそしてドラドラドララ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 ラ、うーん、あれ、ああ違いますね。今朝は、猫足でしたね、シーザーで。こちらサグリーンですね。ああびっくりした。いやーちょっと期待を持てたんですけどね、やはり SR っていうのは壁が、うん、熱かった。残念です。ではですね、最後まで見ていただき大変ありがとうございました。ではラスト。